面積を求めましょう。函館ラサール高校の過去問題になります。図なんですが、このように円の4分の1の扇形を3つ重ね合わせた時の重なった部分の面積というふうに捉えてください。半径が2ルート3となっております。まず方針なんですが、このように補助線を引きます。そうするとこの部分すべて円の半径となりますので、長さが同じ正三角形ができます。そしてここの黄色い扇形の面積をまず求めたいと思います。そこからここの正三角形の面積を引き出して残ったこの半月形のこの部分ですね、この面積を使いたいと思うわけです。反対側でも同じことをしようかなと思います。この部分で同じように補助線を引いて考えると、やはりここにも半月形ができてきます。真ん中が扇形細長いものができますので、こちらも求めて、最終的にはこの扇形と細長いやつ2つ分を足してあげると求めたい面積というわけです。では見ていきたいと思います。扇形の面積を求めます。半径が2ルート3、そして中心角60度です。なぜかというと、この部分の三角形正三角形ですので、一つの内角の大きさが60度です。扇形の面積は半径2ルート3の円の面積 πr2 乗、それの中心角が60度ですので360分の60です。こちら約分をすると6分の1になりますね。2ルート3を2乗すると12ですので、12と6分の1を約分して1と2になります。ここが2になりますので、答えは 2π になるわけです。正三角形の面積を次に求めます。こちら正三角形の面積を求めるのに高さが必要になりますね。高さを求めるときに、ここに出しましたが1対2対ルート3という比の値が関係してきます。そうすると底辺部分が1に対して、高さの部分がルート3という比の値になりますので、ここが元の長さがルート3ですので、1対ルート3イコールルート3対 h、 ルート3対 h、 h をここの高さと置きます。そうすると外側同士内側同士の掛け算をしますので、 h イコールルート3かけるルート3で3です。高さが3になりますので、三角形底辺かける高さ割る2をしまして、底辺かける高さ割る2で3ルート3となるわけです。これで求めたかった半月のところの面積が求められます。引き算をしますので、 2π 引く3ルート3となるわけです。そうすると、まずはこの半月細長いやつは2つありますので、先ほど求めた 2π 引く3ルート3を2つ分かける2をします。それぞれに分配法則をして2をかけますので、 4π マイナス6ルート3となるわけです。さあ、残りは水色部分のこの扇形ですね。扇形の面積求めるには、やはり中心角の大きさがわからないといけませんので、考えてみたいと思います。まずはですが、ここ60度なんですね。なぜかというと、先ほどにもありましたが正三角形できますので、一つの内角で60度です。すると全部で90度ですので、残りの部分が30度になります。全く同じことをこちら側でもやると、ここが60度になって残りが30度になるわけです。両端30度で全部で90度ですので、自動的にこの真ん中のところも30度である、中心角が30度だということがわかります。半径は2ルート3ですので、 πr2 乗の中心角360分の30です。こちら12分の1というふうに約分できますので、2ルート3の2乗が12になりますから、 12π かける12分の1、ちょうどこの部分すべて約分できて、 1π、 1は書きませんので π となるわけです。つまり π プラス 4π マイナス6ルート3、こちらこの部分だけ計算できますので、計算をしまして 5π マイナス6ルート3という風になるわけです。答え 5π マイナス6ルート3でした。
いかがでしたか？復習してみてくださいね。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。バイバーイ。